鮮度保持革命。独自技術により今お使いの冷蔵庫に設置するだけで食品の冷蔵、冷凍、解凍の鮮度維持ができる。冷蔵庫、冷凍庫ユニット、鮮度保持電波装置、電波プラス。電波プラスは今お使いの冷蔵庫に設置するだけで驚くほど鮮度を維持、菌を抑制、匂い移りを防ぎ、食材のロス率ゼロを実現します。他社製品と比較した場合、類似の鮮度保持装置は冷蔵庫内すべてにステンレスの板を設置する必要があるため、追加設置の際の費用が高額となる上、設置スペースの確保などコストも手間もかかります。しかし電波プラスなら空中に静電波を放出することで設置にかかるスペースもコストも抑えることが可能です。電波プラスはまさに冷蔵業界の革命。それではあらゆる食品産業に役立つ電波プラスの仕組みをご紹介していきましょう。電波プラスは独自技術により0度からマイナス4度でも食材が凍らない氷点下でのチルド環境を作り出すことに成功しました。世界初、空間電位発生装置により庫内全体を静電波化。電波プラス保存の牛肉は2週間経っても色鮮やかなのに対し、未設置の方は全体に変色が進み腐敗臭も出ています。マグロでは身がしっかりしドリップも出ていないのに対し、未設置の方は変色し大量のドリップが出ています。カットレタスでは鮮度が保たれているのに対し、未設置の方は断面が酸化により変色し全体がしなびています。電波プラスが水の分子振動と同じレベルの波長を与えることで水分子を共振させ、より運動を活発にし、水分子のクラスターを細かくすることで細胞を活性化し、氷点下でも凍結しないという長期保存方法を実現しました。また、電波プラスは電子エネルギーを空間に形成し、酸化還元することで食材の酸化を防ぎ、鮮度を保つことが可能です。実際に電波プラスを設置した様子がこちらになります。スイッチの入っていない状態では電圧は 10V 以下の数値を表示していますが、スイッチを入れると計測器は一瞬で 2500V を表示、冷蔵庫内に静電波が発生していることがわかります。またスイッチを入れた状態で計測器を冷蔵庫から遠ざけると、計測器の数値がみるみる下がっていく様子がわかります。今度はアラームタイプの計測器を使っての検証です。冷蔵庫に近づくにつれアラームが大きく反応し、冷蔵庫内に静電波が発生していることがお分かりいただけると思います。これが電波プラスの鮮度保持力。また保存中も凍結はしないため、食品自体の熟成が進み旨味が増加していきます。さらに電波プラスのチルド環境は菌の増殖を30分の1に抑えることが証明されています。電波プラスは水分子と同じ波長を与えることでマイナス4度までは凍らず、マイナス5度以下になると急速に凍結します。独自の技術により冷凍庫内に電波環境を作り、空中に波長を与えることで水分子が共振し、細胞を壊さずに冷凍することができます。また
解凍後の食材のストレスが少ないため、ドリップが少なく鮮度が落ちません。そのため、これまでマイナス60度の急速冷凍でなければできなかった高鮮度維持冷凍が通常の冷凍庫で行えるようになり、食材の細胞を壊さずに冷凍することができます。デンバプラスは食材に水分子と同じ波長を与えることで、氷点下領域でも鮮度維持の高い解凍をすることができます。解凍時に発生するドリップを最大 95% カット。解凍後も鮮度、色つや、旨味が持続します。さらにデンバプラスを使用することで、重量ロス削減による売上アップ、中心温度と表面温度を均一に解凍、衛生面での向上、ドリップ旨味成分流出削減による顧客満足度アップなど、さまざまなメリットが期待できます。コンパクトで設置も簡単。冷蔵庫に限らず、輸送トラック、倉庫などに設置することで、産地からお客様の手元まで新鮮な食材の提供を可能にしたデンバプラス。デンバプラスは食材のロス率の削減と、美味しくて安心な食の流通をサポートし、お客様の売上増進を目標に、世界中の食品鮮度維持に革命を起こします。